になると思うんですけど。はい、どうも山田龍介と申します。どう。すみません、ちょっとお邪魔する形になっちゃったんですけど、いやもうおたかたのファンの方々には迷惑かからないように。いやもうそんなもう。ただあのゲーム始まっちゃうとあの人変わるぐらいちょっとなんか変になっちゃったりする。いやもうお願いしますよ。はい。ガンガンもうガンガン一足。いやでも楽しみたいですね。いや俺ちょっと。それが一番。失礼じゃなきゃあれなんですけど。 初めてやらしてもらったときの印象は、あ俺らと同じゲーマーなんだっていう印象があったんで。いや、嬉しいっすね。なんか、そう言っていただけるのは。いや、俺は、さ、勝手にめっちゃ嬉しかったっす。あ本ほんとっすか。同じや。で、やってるとき同じやって。同じですよ。いや、わかる。ありますよね、なんか。めっちゃわかる。ほんとのゲーマーってのは伝わるっす。 マジでもうゲーム長いっすからね普通にゲーム好きっつっももうなめたぐらいだろうっていうのをマジで思ってる人多分いると思うですけどはい <laughs> もう結構ガチガチっすよねゲームガチ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 にやらせてもらってますね <laughs> マジで <laughs> せマジで強い質問あっていやいや強いとかはあれなんですけどもう結構ほんとに結構やらせてもらってるんでマッサースね

っていうのが僕の日常なんで、ああこちら一年中ゆったりしてます。<laughs> いや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 お忙しいじゃないですか。<laughs> 言うて忙しいっしょ。<laughs> うん、いやーでもずっとやってましたけど僕アイアイフォンであのスタネさんの配信見て、PC でくずはくんの配信を見てます。<laughs> <laughs> いや俺ちょっとみんなに自慢リスナーに自慢したいのが俺クズハくんって呼んでもらえてるからね <laughs> いいでしょ <laughs> <laughs> あみんなね <laughs> 俺クズハくんって呼ばれてるからね <laughs> おマジ自慢したかったっすその初めましての時はクズハさんって呼ばせてもらってたんですけどど俺俺ががくんって呼ばれる方が嬉しいです、うん、でクズハくんってことになりましてちょっとそう呼ばせてもらってるんですけどちょっとファンの方なんか <laughs>。 山田さあみたいないやいや、そんなファンいたらね、ミンチにしますよ、そんなファン。<laughs> いやいやいや、すいません、めちゃうれしい。